世界の皆さんこんにちは、秋田みりんです。で、ここはまたまた小田急線の町田駅ですが、今回は小田急線の町田駅から JR の町田駅に向かう動画を撮りたいと思います。で、その前にですね、ちょっと面白いものを見つけたんで、これ見てもらいたいんですが、ここにあるのは商店街の歩みということで、天正10年1582年に原町田村が誕生しましたということを告げる案内板ですね。で、ここはおなじみの小田急線の町田駅の横にあるメインストリートの栄通りになりますが、この辺りのマップはこんな感じですね。で、現在地がここにあるわけです。で、ここをずっと行くと、まあ、ここら辺にマホール駅前多田便利軒の中で多田便利軒の事務所があったとされる建物があったりとかするわけですね。で、ここだ。ここの通りが、ここが小田急線の北口で、ここの通りがマホロ横丁と呼ばれていました。多分この辺です。多分この辺に三浦紫音さんが勤めていた高原書店があったはずです。ということはどういうことかというと、ここの道をずスタートして、ここからマホル横丁をずっと通って、で、ここにマホル駅前多田便利軒の作者の三浦紫音さんがバイトしていた古本屋の宝支店があって、そこの様子を見てもらって、またここの大通りまで行って、ここからこの栄通りをずっと行ってここまで戻ってきたということですね。で、その他、ここの絹の道の平前に見てもらいましたが、これボールがあるわけです。で、この国際ロータリー75周年記念ということで、この記念碑が建てられています。反対側から回ってみると、こういう感じになりますね。で、4つのテストということで、なんか文句が書いてますが、こんな感じで丸いボールが乗っています。で、ここは小田急の町田駅になりますね。ここの七福神の大黒様も前の動画で見てもらっていますね。あと、もう一つ目ぼしいものとして言うと、あそこに女の人の銅像がありますが、人が多いんで詳しい状態は取れません。で、今回はこっちの道をずっと通っていって、JR 町田駅の方まで行こうという感じです。まあ、他に撮りたいものがいろいろあるんで、この動画は短めの動画になりますが、マホロ駅前多田便利軒の関連動画ということで。で、ここに前に来た町田稲荷がありますね。せっかくなんでお参りしましょう。
ここの道をずっと行くわけですね。あそこに小田急線の出口があります、ね、まあここの通り自体は眞秀駅前町田駅の2番目の動画で見てもらってるわけですが、ここの通りはカリオン坂ってことになりますね。あっちの通りは眞秀坂になります。であそこの通りがカリオン坂ということで、で今回はここの通りをずっと通っていって JR の町田駅まで向かってあげるわけです。で向こうの方に行くとデッキを通って上から町田駅の方に行きますが、今回は下の方を通っていきたいと思います。これは町田市の全体的な案内図になります。で町田市っていうのは八王子市と北部のところで接していて、さらに周囲は神奈川県に囲まれている、そういう立地のところになるわけです。で現在地はここですね。いわゆる町田の繁華街がこの辺りにあるわけですよ。あとは町田立線とか薬師池公園とかこの辺の動画も撮ってみようかなと思いますけどね。あと町田駅周辺の地域案内図ということです。次はですね、で今度はちょっとここの路地に入ってみます。で上の方に横浜線の線路が走っています。で横浜線の線路が走っていて、その下に人が通れるトンネルがあるわけですね。で壁画がありますが、
ここですね。でこの場所がマホロ駅前ただ便利店の映画の中に登場しています。どういうところかというと、まあ役の売人をやっている人物がいて、その役の売人のしんちゃんっていう名前なんですがね、そのしんちゃんに要点がホッシーで、このホッシーっていうのはいわゆる半グレの親分なんですが、でこのホッシーの居所をしんちゃんに聞くために行った場所があそこになります。あそこのトンネルのところになります。小田急がありますね。で、あとは普通に JR の町田駅に行くだけですね。で、町田駅に着いたらこの動画も一旦終わりにして、また新しく別の動画を撮ることにします。で、今はですね、小田急の町田駅から移動して JR の町田駅に向かっているわけですよ。で、途中でマホロ駅前ただ便利店に関係するところとして、行店がしんちゃんに星の居場所を聞いたところを見てもらいましたという感じですね。で、ここから上に登りましょう。で、あそこに見えてるのは光の舞となってられているオブジェクトになりますね。東急ハンズがあったり、東急キングがあったり、モディがあったりという感じです。ということで、JR 横浜線の町田駅に着いたので、これで今日動画を切ります。ではでは次の動画で。